従業員の健康づくりを推進する健康経営に取り組む企業が長崎県で増加しています。週刊健康マガジン、今夜のテーマは健康経営長崎県の取り組み。長崎県国保健康増進課の池田さんにお話を伺います。長崎県では健康経営をサポートするための様々な事業を行っています。職場の健康づくり応援事業は、管理栄養士、健康運動指導士、薬剤師、歯科衛生士、看護師など専門スタッフが各企業に出向き、健康に関する講話を行います。また2022年度からは、社員食堂などを運営している企業に対し、健康メニューの提案などを行う事業が新たに始まります。これらの事業は長崎県内の事業所であれば無料で利用できます。詳しくは長崎県職場の健康づくりで検索するか、お近くの保健所にご相談ください。長崎県では協会健保と共同で健康づくりに取り組む企業団体を優良事例として表彰する長崎ヘルシーアワードを2019年度から実施しています。長崎ヘルシーアワードは、実践部門、応援部門、自治体部門、継続部門の4つの部門があり、従業員の健康づくりに取り組んでいる県内の企業団体はいずれかに応募できます。表彰を受けた企業団体は県のホームページやテレビなどで紹介され、健康づくりに取り組んでいることを幅広く PR できます。今年度は投資株式会社、株式会社新長崎製作所、重工記念長崎病院、島原市ウォーキングサークル、諫早市が表彰されました。受賞者の取り組み事例は長崎県国保健康増進課のホームページで紹介しています。従業員が健康で長く働ける環境づくりを推進することで、企業の生産性の向上やイメージアップにもつながります。ぜひ県や協会健保の支援を活用しながら健康経営に取り組みましょう。週刊健康マガジン、次回は令和4年度診療報酬改定の概要をご紹介します。